こんにちは、天の仕事道具店です。今日は健康診断やがんの検診などの記録ノートを作ったので、それを紹介していこうと思います。今日は画像の右手にあるような健康診断とかの記録のログノート作りと、左側にちょこっと見えてるんですけど、診断結果の保管フォルダを作っていきます。大人になって自分でこういうのを管理しなきゃいけなかったんですけど、今までまあずるずるとサボってきていて、あれ前回いつがん検診受けたっけなとか、あそこの健康診断のちょっと対応嫌だったな、設備古かったなとか、いろいろね、あと高かったなとか思うことが増えてきたので、まあそういうのをちゃんとまとめておこうと思ってこのノートを作ることにしました。皆さんはどうやって管理してますか？なんかあんまりこの辺の管理方法について調べてもあんまり出てこなかったので、みんなはどうしてるんだろうって結構疑問に思ってたりするので、よければ教えてください。ノート作りを始める前に、今までのね、紙の資料の保管方法を紹介していきます。フィンダッシュドキュメントスタンド積成から1320円、 A4 ワイドでクリアファイルがそのまま入るようなフォルダーになっています。フィンランドテイストのデザインで、柄は13柄あります。無地のものもあったので、気になる方はぜひ調べてみてください。分類に便利な12仕切り13ポケット仕様となっていて、月ごとにね、1ポケットずつ使ったりとか、家族別に使ったりと、なかなかに便利です。私は一人でこのファイル使っていて、医療費のタブに健康診断の結果をドーンと入れてました。ちなみにインデックスは付属でついてきます。アコーディオン式になってるので、中に入れてる書類のね、ボリュームに合わせて変動するようになっています。最大約30センチまで伸びるそうです。私も結構ね、中にたくさんの資料を入れてるんですが、安定してね、これなんと自立するんですよ。なので玄関の棚とか本棚とか取り出しやすいところに収納できるので、紙類をねなくす前にざっくり分類して一時保管ができて、ガバッと開くのでね、書類入れるのも簡単で、とっても便利なアイテムです。紙の一時保管にはぴったりなケースなので、おすすめしておきます。では早速保管とノート作りいきます。準備したものはこちらの D リングのファイル A4S20mm、 国用から682円です。背は 20mm で、適正収容は200枚、他にも 30mm で300枚タイプも出ています。なんでこれを選んだかというと、色だけで選びました。全色ね、わざわざ買って何かに使えるだろうと思って家に置いてあったやつなので、まあ家に転がってたということで、これを活用していきます。使ってみるとね、色以外の良さもありまして、昔からリングファイルの開け閉め時に手を挟んだりとか、大きな音が鳴るのが結構嫌いというか苦手意識があったんですが、こちらのねリングは片側をギュッと内側にね握るとね、パカッと開きます。で、閉める時も手前のリングをギュッてやるだけで閉まるようになっています。音も比較的小さいかなと思います。だいぶ安全になっていました。ちなみにファイル選定はちょっと後悔してるポイントあるので、おいおい説明していきます。では次がクリアフォルダーですね。透明ポケット A4 縦型キングジムから税込み495円です。早速ですが公開ポイントです。さっきのファイルとね、サイズが微妙に合わなかったので、皆さんは注意してください。もしね、クリアホルダー使う場合はこんな感じでワイドなタイプ の、 リングファイルも出ているので、そちらを購入してください。そもそもなんで国用のファイルにキングジムのホルダーなのと思いかと思いますが、私も思います。ちょっとね、ズボラが出てしまって、違うメーカーのものをうっかり買ってしまったっていうミスですね。はい、皆さんご注意ください。で、ノートはこちらラコニックのスタイルノートブックで、タイプはスプレッドシートと呼ばれるものです。10列32段の統計が取れるノートフォーマットという仕様になっています。英語サイズでね、書き込みがしっかりできて、 88g と軽量なノートになっています。手元に余っているノートで、手書きでね、区切って代用でも全然問題なさそうです。ではでは早速健康診断の結果を保管していきます。はい、早速クリアポケットリングファイルにセットしたんですが、サイズが合いません。
こんな感じになっちゃうので、皆さんちょっとワイドのリングファイル使ってください。はい、ちょっと気持ち悪いですが、今回は家の棚に保管しておくだけなので、一旦このまま進めていきます。次にファイリングしたい資料をバーッと集めています。健康診断の検診の結果だったりとか、ワクチンの接種証明書とか、そういうのを入れています。これからね、毎年増えていく資料などはリングファイルの方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、そんなに長い期間取っておかなくてもいいのかなと思いまして、ポケット数がね決まってるクリアポケットとかをファイルにして、溢れたら捨てていくみたいな運用でもいいのかなと思いました。そしたら分類をしたので、インデックスを作っていきます。私はね、すぐにどういうルールでこう分類したかっていうのをこう忘れ去ってしまって、その次にしまう時に分類がね分かんなくてごちゃごちゃになるので、インデックスが超大事です。ということで、インデックスにおすすめの付箋2つ紹介します。紹介する付箋は2点ともね、見出しの他に書き込めるエリアがあるので、分類した時の定義を文章でも書き残したい時に便利です。1つ目はハイタイドのスティッキータブという付箋で、ピンクとイエローがトゥードゥで、グリーンとブルーがドット方眼になっています。もう一つはなんとダイソーの付箋です。100均でもね結構いいものがたくさん出ていますね。1個にね3色ぐらい色が入っていて、好きな色から使えるようになっています。今回はインデックス書き込み欄が大きいダイソーの付箋を使っていきます。分類は不定期で受けるワクチン、だいたい1年から2年に1回の健康診断や検診、年に数回ある歯科検診、耳鼻科という感じで、頻度別かつ種類別みたいな感じで分けてみました。うん、いい感じですね。では最後に記録ノートを作っていきます。これを作る前に健康診断とかの記録するノート売ってないか探したんですけど、売ってなかったので、まあ、今回初めて作るので今後改善重ねていく予定です。ざっくりノートにルールを決めました。まず右が時間とか回数で、縦が健康診断の項目を書いていくようにします。でこんな感じで埋めまして、でその後に値段とか、あの病院のね設備がどうだったとか、どんな検診だったかとか、どんなワクチンの種類を打ったかっていうのを色ペンで入れていくことにしました。ではルールを決めたので、実際に自分の情報を見ながら書き込んでいってみます。直近ね1年くらいしか覚えてなかったです。なんかね、ぜひ大人の母子手帳みたいなのが欲しいなと思いました。でプラスアルファのメモは私は色ペンで入れてますが、ハイライトとかマーカーでもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで書けました。他の分類も作っていきます。まずは健康診断に関して記入していきます。ちょっと雑談なんですけど、今までね会社3社経験してきて、うち2社は比較的大きな会社だったので、健康診断は会社のビルにね、あの場所が設置されてて、そこに行くだけで検診を受けることができていました。でオプションも豊富で、とりあえずたくさんね血液の検査オプションとかつけておけばいいかっていう感じだったんですけど、でもそのうちの1社3社目の方はフルリモート勤務で、自分でね医療機関探さなきゃいけなかったりとか、今年からはね特にフリーランスになって、市の制度を活用して自発的にね受けていかなきゃいけなくて、あれ私子宮頸がんの検査いつしたっけとか、ここの健康診断めっちゃ設備いいなとか、覚えておきたいことが増えたので、このノートが必要になりました。皆さんはね本当にどうやって管理してますか？自分のね親とかどうやって管理してたんだろうって思うんですけど、まあ、なんかもっといい方法がないか引き続き私も模索していく予定なので、もしなんかいい方法あったら共有してください。私も共有していきます。最後にねノートと保管ファイルをまとめて置いておきたいので、このノートのね表紙にこんな感じで穴を開けてリングに挟んでおこうと思ったんですけども、こちらも公開ポイントとなりました。あのね全然安定しない、なんとかならないかなとかってファイルをじーっと見つめたんですけど、まあどうにもなりませんでした。なんかね置くと中のファイルが下にギュッて落ちてくる感じがしてダメでしたね。調べてみたらねポケット付きのリングファイルも売ってました。あの家にあるありものねファイル再利用でもいいんですけど、ちゃんと目的に合ったファイルを選ぶって大事だなと思ったので共有しておきます。私はとりあえず
このファイルのねポケットに入れておくことにしました。はい、まあ、まだまだ改善ポイントがねたくさんありますが、とりあえずはね基盤ができたので一安心っていう感じかなと思います。どんどん磨き上げてまた共有していきます。最後までご覧いただきありがとうございます。結構切実に健康管理の方法悩んでるので、本当にちょっとした情報でもいいのでぜひ教えてください。バイバーイ。